皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは教室の先生のための集客できるホームページ写真文章ビジュアルデザインのカラー計画考え方についてというテーマでお話をしてみようと思います。ホームページを、当然作る専門家、ホームページを作る会社さんというのは当然あるわけで、そちらの方では、そういったものを総合で、作ってくださるところは作ってくださるわけですよね。いわゆるデザインとあと文章、キャッチコピーも含めてなんですけれども、それは当然プロの仕事の領域ですので、お任せして、それが例えば30万50万100万とかっていう金額は別としてですね、作ってもらうっていうことももちろんできるんですが、個人事業主で例えば教室を開業したばかりとか、まだそういったホームページを作っていくのにそんなに お金をかけることができない状態の時にはですね、当然そこにポンとお金を払ってページを作るってことができないケースはありますよね。ただホームページは、持ってた方がいいんですよ、どんな形であれ。例えば、ソーシャルネットワークシステム SNS で言われるところのアメブロやってますとか Facebook やってますっていうのは、他社が用意したプラットフォームに載ってる形になるだけですので、ご自身が、それで持ってるページとかではないので、何かがあった時にページがなくなってしまう可能性もあるんですよね。ですからいろんなホームページの作成サービスあります。ただ独自ドメインといって、自分専用の本来はドメイン住所ですね、それを持ってページを表示するっていう仕組みがあると本当は一番いいんですけれども、そちらの方のライトなプランとかもありますが、最終的にはきちんと自分のページを持とうっていうのが目標だったりします。でその段において、その手前ですね、自分で例えば無料で、展開している Jindo とか、あとはペライチとか、ああいう仕組みを使ってホームページを作るにしてもですね、何にしてもですね、文章、あと写真、あとカラースキーム、カラー計画ですね、このあたりっていうのは全部融合した状態でお客様にとって視覚に入ってきて、あこの教室いいよねとか、このサイトいい、この先生好きだなっていうものをお伝えする要素になってくるわけですよ。プロがやればプロがやってくれるんですけれども、そこまでお願いできない状態の時には、自分でページを作っていったりとかするケースがありますよね。ですので、その時にどういったことを気をつければいいか、考え方ですね、今日はその話を中心にしてみたいというふうに思ってます。ですね、では本題に入ります。まずですね、ホームページとか、そういった自分のメインのページを構成する要素として、一番大きな要素は写真です。ヘッダーと呼ばれる一番こうメインビジュアルと呼ばれるこう見えるとこドーンっていうところがヘッダーっていうのがまずありますので、写真の要素っていうのはとてもとても大きいです。これは男性女性関わらず、いわゆる普通のホームページだったとしても、写真の要素っていうのは、例えば人で言うとですね、紹介されて、第一印象8割、第一印象ファーストインプレッションが全てぐらいに言う方もいらっしゃるぐらい、第一印象っていうのは初めて見た時の印象をものすごく左右する大きな要因だったりするんですよね。ですから第一印象を良くするっていうことは、ホームページでいうとファーストビューと呼ばれる一番最初に目に飛び込んでくる画像が結構決め手だったりするので、写真の要素はとても大きいというのは間違いないです。あとそれと同時に、キャッチコピーですね、コピーライティングと呼ばれる文章のところで、そのサイトが一体どんなサイトで誰のために役に立つのかっていうのが、写真とそのコピーが同時に目に入ってくることによって、あこのウェブサイトは私に役に立つぞということで、その下を読んでいくっていう、そういう見せ方をするのがホームページなわけなので、文章と写真っていうのは切っても切り離せない密接な関係がまずあります。でそこにさらにプラスすることの、たまにこういった本とかでも私
ご紹介してるんですけど、例えばこちらの、まあ、配色デザインの本であったりとか、まあ、配色アイディア手帳っていう、まあ、この2冊とか最近買っていいなと思っている本なんですけれども、色彩の勉強をしたことがない方っていうのが、その色彩の色の持つ強さとかですね、まあ、トーンとか、あとはサイドとか鮮やかさとか、そういったものに表現される、まあ、言葉があるわけなんですけれども、要は色彩の、まあ、グラデーションみたいなのを見た時に、その見た人が感じるこう印象とかイメージとかがあるわけですよね。例えばこちらって春っていうページなんですけど、やっぱりふわっとした柔らかい優しい感じの色合いとかで、少し薄めなペールトーンと呼ばれるものとか、パステルトーンとか、まあ、そういったものが、まあ、春っていうものを表現するのにいい色だったりとか、あとはまあこういった感じですよね。少しやっぱピンクとかが、ね、多いですね。女子好みな色になるのかもしれませんが、ピンク系とか、あと夏っていうとやっぱ海の色とか空の色を想像させるので、ブルー系の色合いが夏っていうのを表現するときにはよく使われるし、あと青い空とひまわりみたいな印象とかあるときには、やっぱり青と黄色とかいう反対色みたいな色ですね、こういう色合いでパキッとした強さを表すような、こういった配色とかっていうのが夏を表現するとか、まあ、そういったこう誰しもがこの色って夏っぽいよねとか春っぽいよねと思ってもらえるような、そういう色合いのニュアンスっていうのがあります。例えば言葉の表現としてですけれどもね、どこがいいかな、フォーマル、例えばこういうフォーマルっていう、まあ、こういったものっていうのは重厚感がある、少し暗めの落ち着いた色合いの黒とか、ワインレッドとかロイヤルブルーとか、そんな色を基調にしたような感じの色合いでフォーマルっていう印象を表しますので、その配色っていうものは人の感情とか伝えるべきイメージですね、これをこう共通認識で人っていうのは色とかデザインに持っているので、それを上手に使うと表現がしやすくなったりしますね。例えば秋とか言うと、やっぱりこういう紅葉の色から想像させるものが秋の色っていうものを彷彿とさせたりとかね、しますので、そういった面でですね、これも分かりやすいです。マシュマロとか、やっぱふわっとしたペールトーンと呼ばれるこう薄い感じのきれいめの薄い色合いが割とマシュマロっていうイメージになりますので、そのいろんな色が、その自分の事業であったりとか、自分の個性とか印象であったりとか、まあ、それも全体的に含めてウェブサイト全体を形取っていく上で、どの方向性で見せていくのかっていうのが非常に大事になってくるんですね。ですから、その段においてではですね、ご自身がもちろん好きな色とか好きなものっていうのを使っても構わないんですが、嫌いな色とかでね、ウェブサイトを作るってことはまあまずないと思うんですけれども、自分が呼びたいお客様、来てほしいお客様がどれぐらいの年齢層で、どういった人を呼びたいのかとか、どういう性質のタイプの人を呼びたいのかっていうのは、やはりこういった配色とかカラーで見せていく部分が多いんですね。ですから地味にですね、まあ、先ほどメインの部分は写真と文章だっていうふうに言いましたけれども、それを司るというかベースになっている、ウェブサイト全体の配色、どの色系で見せていくかっていうのを決めて、その4色なら4色、3色なら3色っていうベースのもので全体を構成していくと、まとまりが出てとても綺麗なウェブサイトが出来上がっていくんですね。ですから割とまあカラフルな方はもうそれを個性にしちゃってるっていう方は、もう色ガチャガチャにいっぱい使って楽しくてポップでもう賑やかで、もう作る作品とか教えることも全部そういうのばっかりっていう方は、そういうウェブサイトを作ってもいいんですけれども、ざっくりした年齢層でいうと、そういうにぎやかしてるものっていうのはあんまり年齢高い方は好む傾向にないっていうことと、あとポップでにぎやかな分値段的にも安いって見えたりとか、まあそうだな、極端な話、そうですね、宝石みたいなものと、あとイミテーションのプラスチックで作ったようなガラス玉みたいな
形だったりするとですね、やっぱり当然見え方っていうのは違って、どっちがいいとか悪いじゃなくて、その構成する要素がそういったものが似合う色合いとか、こちらはこちらの色合いっていうのは当然あるわけですよね。だからそのふさわしいものを調和をとって見せていくっていうのが、あの皆さん見る方にとって違和感がないウェブサイトになるので、当然こう一貫性があって気持ち悪くない状態であると信じてもらえるし、申し込み確率が高くなるんですよね。ですから申し込みがいまいち入りにくいウェブサイトっていうのは、例えば言ってることに一貫性がないとか、あのここでこういう話をしているのにこっちでこういう風になっちゃうのなんでだみたいな話になるようなウェブサイトもやはり信じてもらえませんし、同様に色合いとかですね、高級なものを扱ってるはずなのにものすごくポップで安いような素材ばっかり並べたような写真とかが多くなったりすると、これは一体 どういう教室なんだっていうのを見る人が迷ってしまうと、申し込もうっていう気持ちが手が止まってしまうんですよね。ですからあの申し込みがスッとうまく入るウェブサイトっていうのは一貫性がある、それは文章、言葉、あと色、それも全てですね、一貫性があるっていうのがやはり大きな特徴になってきています。ですので例えばあの写真で言うとスタイリングと呼ばれるあの、まあ、構図を整えたりとかですね、色合いを整えてその自分が写真を写そうとする画角の中にですね物を配置していくわけなんですけど、この時にもやはり色のトーンとか、あとはその素材のスタイルとか、そういったものをやっぱり整えていくと写真っていうのはあの非常に、すっきりしたものになるから、割とこうポップなガチャガチャしたものを撮りたいという時に賑やかに元気に撮ったらいいと思うし、少しシックな例えばアクセサリー、高めのアクセサリーとかをシックに撮りたいといったらちょっと暗めのトーンとかで高そうに見えるような色をベースに使ってとか、そういったものが当然出てきます。で、同じようにウェブサイトで高級感のあるウェブサイトとかにしていきたいという時には、色合いももちろん含めてですけれども、フォントとかも明朝体とか割とこうフォーマル落ち着いた感じの年齢上目の人が好むようなフォントを使っていくっていうのがベースになりますし、若めの人でポップで賑やかなタイプのウェブサイトをやっていくっていう時にはゴシックとか、あと丸ゴシックとかっていうそのちょっと元気で弾けるようなタイプの印象とインパクトが強いフォントにしていくとか、まあ、そういったあのデザインを作っていく時とかもありますね。ですからあの必要最低限の、デザインのイメージとか、人にどうやって見られるのかっていうことを含めた状態で、要は自分のクライアントさんが心地いいなと思ってもらえるようなデザインも、自分の好みも含めてですけどね、あと扱う商品のバランスも含めて作っていくっていうのが一つポイントになってくるんですよね。でここでよく陥りがちなのが、例えばですね、あの私が仮にですよ、緑色が好きですって言って、まあ、緑は万人に受ける色だからまだいいんですけど、自分が緑が好きだから緑っていうような、色の決め方っていうのはちょっと本来ずれていて、見るお客様が例えば安心感とか安らぎを求めて自分のサービスを受けに来る人なんだというふうに思うのであれば、緑とか青っていいなと思うんですけれども、例えば元気になりたくて、パッションとかね、情熱が欲しいみたいな形の人を集めたいと思うんだったら、やっぱり色の効果で言うと赤とかオレンジとか、まあ、そういう色合いで作っていったらいいと思うんですよね。ですから、ただその色があまりにも自分の個性と合ってないのであれば、その色を採用することも難しかったりするんですけれども、要は調和ですね、全てのパーツが同じ方向を向いて整っていること、だから高級感っていう意味で言うと、全部高級感に向かって色も写真もフォントも文章も全部整っていったらいいと思うし、カジュアル、ライトとか、そうだな、例えば、無印良品みたいな、少しこう
モノトーンというかナチュラルトーン、少し色抑えめのベージュとかグレーとか、まあ、いわゆる天然素材のような麻のようなああいう色合いですね。で薄いグレーとかそういうものを基調にした色合いで整っていくと、やっぱり優しい雰囲気になるので、例えばパンとかでもこうほっこりしたような素朴な田舎パンみたいな、まあ、そういったものがね合ってくるような感じになりますし、ジュエル・ロブションさんのパンとかはすごく華やかでデザイン的な技巧を使ったパンが多いので、やっぱりそうするとウェブサイトも華やかな感じがいいと思うんですよね。私前、今どうなるのかちょっと分かんないですけど、前に見た時には、黒っぽいものに赤とか金とかそういったものを使っているようなウェブサイトの中にそのパンが入るので、かっこよく映えるっていうイメージでしたので、もう全くだからパン同じパンってことはまあないんですけれども、パンのイメージとかももうサイトの背景の色によって変わってしまうので、ひいてはそれがその人自身の個性とかに反映されてしまうので、今すぐじゃなくてもいいんですけれども、その全体的に自分のブランドイメージを整えていくっていう、それが整っていくと、ああこの人のサイトっぽいとか、そういう風な話に大体なっていたりとかしますので、美術品とかもやっぱり本物を見た方がいいですし、こういった今すぐに関係が、ね、ないにしても、この言葉からこの色を想像して配色を考えてみるっていう訓練とかもしておくといいと思うんですよね。例えばこれとかエレガントローズっていう、まあ、タイトルついてますけど、ここ隠した時にこれだったら自分ってなんていうタイトルつけるのかなとか、そういう訓練をしてみると、いわゆる一般人の人が思うような色合いの配色の組み方とか、そういうものが分かってくるとですね、特に女性の場合には一貫性があることっていうのを非常に大事にするんです、無意識的にも。そうするとこのサイト好きっていう風な感情が動いた場合には申し込みも入りやすくなるので、闇雲に写真いっぱい載っけたりとか文章をいっぱい書けばいいっていうもんじゃなくて、全体的に調和が取れたウェブサイトページっていうのはやはり信頼されやすいし、結果として集客ができるようになっていくっていう、まあそういったお話です。ですので、まあまとめますと、集客できるそのホームページ、写真とかカラー、ビジュアルデザインの方向性、考え方っていうのは、まず一つ目が全体の調和が取れていることが必要になります。で、2つ目はその調和っていうものの中に、その訪れるお客様からの目線において、喜ばれるべき姿、どういった内容の方がより、親近感を持ってもらえたりとか、信じてもらったり信頼感を持ってもらえるようなパーツ組みができるか、このあたりを中心にウェブサイトを作っていかれると、よく決まるようなタイプの好感度の高いウェブサイトになると思いますので、ご参考になさってみてください。それでは。